どうもじゃ、トモです。今回はですね、写真集こちらを見ていきます。これね、日本の写真家鈴木敦子さんという方の本なんですけども、僕にね送ってくれたんですね。わざわざ日本から送っていただいて、ぜひ見てくださいということでね、お送りいただいたんで、これね、しかもね、ただ見ていくってだけではなくて、皆さんにもね参考になる点いろいろあると思うんですよね。そういった意味でも今日はこちらを紹介していきます。はい、ということでこの本を今日は見ていくんですが、すごい可愛らしいサイズですよね。それこそもう文庫本のサイズね、全く同じサイズですね。この感じ、文庫本のサイズですよ。で、表紙がね真っ赤に染まっているというね。本のタイトルが、はい、こちら、イミテーション美女ということで、作家さん敦子すすきさんって書いてありますね。あ、鈴木って書いてすすきって読むんですね。すいません、ちょっと最初鈴木っていう風に読んでしまいましたが、鈴木さんですね、敦子さんが作者です。で、このタイトルのイミテーション美女というのは模造宝石という風な意味だそうです。まあ、つまり宝石のようなものっていう風なタイトルですかね。はい、見ていきましょう。すごい可愛らしいねすごいね、このインパクトありますね。赤い表紙から青い風景、雪景色が最初出てくるっていう感じですね。もうほら、手のひらサイズなんですよ。可愛いでしょね。で、こういう感じでページをねめくっていくっていう風なね、すごいいいサイズ感ですね。これやっぱ結構ね、僕はスケールのでかい本が好きだから、どうしても大判が結構普段好きなんですけど、思い切ってこれぐらい小さい本っていうのもね、すごく引き込まれますね。でもこれ風景から始まるんだけど、もう2ページ目から見てください、これディスプレイの画面ですね。パソコンの画面の中に写っている自分で撮った写真なんでしょうかね。それを複写というかね、ディスプレイ越しに撮っている、そういう風な写真が出てきましたね初っ端からこんな感じですね。面白いですね。で、宝石のようなものと思いつつ、これはファインダーから見た景色なのかな、なんでしょうね。 F って書いてありますね。まあ、なんか宝石のように見えますね、こうやって引きで見るとね。はい、そんな感じで日常のスナップが主なね写真として載っているのかなというふうに思うんですが、これとかもね、この街灯が、なんだろう、これ iPhone で撮ったのかな。 iPhone ってカメラのところに指紋がついてると、こういうふうにライトのところがね滲むんですよね。だからこれもしかしたら iPhone で撮ったやつなのかなとか思ったりね。でもこのきらめきが面白いじゃないですか、宝石のように見えたりとかね。こんな感じでね続いていくんですよ。雨が多いですね、ガラス越しが多いのかな。そういうところも宝石を彷彿とさせますよね。なんだろうね、これとかね、写真のプリントをさらに撮ったような感じかな。これもディスプレイなんですよねだからこれ、なんていうの、普通だったらこのディスプレイのね、この画面に写ってる写真をここに載せればいいじゃんって思うわけじゃないですか。だからそこがね違和感として感じるわけだけど、これは意味があってこういうことやってるわけですね、敦子さんは。人の手が入ってきたりとか、またやっぱ風景ですね、ちょっと広角気味の風景。でもこれも複写なんじゃないかな。ほら見てください、この空のところにね反射か何かが映り込んでますよね。だからこれも何かガラス越しの風景なのか、それともやっぱディスプレイに映ったが、いや、ディスプレイというよりも展示の時のなんか写真のプリントを撮ったみたいな感じなんですかね。ちょっと面白いですね。これもほら、ここら辺が断ち切れてるからディスプレイを撮ってるっていう風なね、そんな感じが感じますでしょ。このカバーの赤が効いてますよね、なんか写真の額みたいな感じでね、面白いですね。こうピンクのいろんなものが映ってきたりとかね、まあ、これ全部見せちゃうと本の中身全部になっちゃうから、こうやって見ていくと、まあ、こんな感じなんですよ。バババって見ていくと同じような感じでディスプレイの複写とか、あとなんかね、人もたまに入ってきてみたいなね、でもすごく小さなねカードサイズの写真がわーっと入ってるわけですよ。で、この最後、このね、後書きを見ると、はい、書いてあります。これちょっと読み上げますね。イミテーション美女。大切なものを手に入れたくて写真を撮り続けていたら、私たちには本当の名前なんてないことに気がついた。あなたは暗闇の中で鈍い光を放ちながら、確かにそこに存在している。その価値を決めるのは他の誰でもない自分自身なのだと伝えたい。私は宝石を拾い集めて手の中にしまっては時々愛おしく触っていると。ね、なるほど。だから写真を宝石に例えて大切なものとしてこの一冊に収めましたよっていう、そういうコンセプトでしょうね、多分ね。
だから宝石のようなものっていうことでこのイミテーション美女というタイトルがついてるんじゃないか。いや、お見事ですね。でこの作品から僕が感じられるのは、以前ね、あの肖像権問題について考えるという動画を作りました。あの動画の中で僕がね語ったこととして、もともとのね西洋の伝統的な絵画というのは世界のいろんな風景とか事物とかいろんなものを絵にするということでオブジェクティファイする、そうすることで所有することができる、そういうふうなね話をしたと思います。だ写真っていうのはそういう側面があるんだよっていうふうなのをねあの動画の中で説明したんですけど、まさにそれをコンセプトとしてやってる作品がこれですよ。こういうことですね。これまさにね写真のそういった性質をねあのうまく利用して、ちゃんと自分にとって大事なものを写真にとって本にする、でその本で、自分のね宝石のようにね可愛がって、大事なものなんだよっていうのを、ただ一人自分だけがめでるのではなくて、いろんな人にも共有できるっていうね、そういう形式として本っていうのをねなんか選んでるんじゃないか。面白いですね。写真ってそうなんですよね。やっぱ写真っていうのは複製できるからこそいろんな人と共有し合えるっていう風なメリットがやっぱりねあると思うんですよね。そのメリットを最大限にね生かしてるっていうことをね今回のこの作品からは感じました。お見事ですね。だからこういった作品っていうのはもう一枚一枚がどうであるっていう風なね、もうそういった批評っていうのはもう必要ないわけですよね。これ一冊が厚子さんにとっての大切な写真、写真じゃないですよね、大切なものを写真にオブジェクティファイした、でそうすることで自分自身も大切に見ることができるし、いろんな人にもね共有できるっていう風なねことなわけですよ。でやっぱここでね僕参考になるなと思ったのは物語じゃないっていうことですね。ポートフォリオレビューでねよくあるんですが、やっぱね起承転結をあまりにもつけすぎていて、でその起承転結がなんて言うんだろう、文章における起承転結みたいな感じなんですよね。でそれをあまりしすぎてしまうと、今度なんか写真でやってる意味って何なんだろうっていうことをやっぱ思うわけですよ。だから始まりはもしかしたらあるかもしれない、どんな始まりですが、やっぱ自然とここから物語ってのは生まれるかもしれないんだけど、そこから別に何かねあのつなげる必要ない、無理につなげる必要がないってことですよね。バラバラでも写真集っていうのは成立するんだよっていうのはすごく厚子さんこの中でやってるなっていうことを感じました。終わりですよ。終わり見てみるとどんな感じだろう。あ、自分の手のひら好き、こんな感じで終わっちゃうわけだよね。はい。僕のうちから見えるこの月の感じに似てますね。このベラあのうちの窓から見える風景に似てますけど、この月明かりで終わるわけですよ。でもここの月明かりで終わるのはなんでなんだろうってことまではなん かそこまで考える必要がないみたいな、そうじゃなくてもっと全体で何かを感じさせるっていうところですよね。っていうのがねなんかすごく意識されてるなということを思いました。でどこかね、表紙の赤っていうのがね宝石を何かねイメージさせる、ね、それこそ血の通ったものっていう風にもね感じさせるような、そういう風なことも感じましたし、すごく見事な作品だなということを思いました。皆さんいかがでしょうか。でねこれねここ最後見てください。これ別紙でこういう手書きの、おそらくこれステートメントっていうことになりますよね、がちゃんと入ってましたね。これびっくりしました。これそれこそ荒木信義さんですよ。荒木信義さんの71年に作られた本センチメンタルな旅に、彼はね死者進化宣言という紙をね別紙で入れたんですよね、その本の中で。それめちゃくちゃ似てるなと思って、これこの色味がさ、これちょっと水色なんですよ。荒木さんのやつもね水色なんですよね、あの紙、死者進化宣言で、かつね手書きで書いてるっていうのも荒木さんに似てて、その感じがすごくねハマってますね。これね文脈としてつながってきますよね。でここに書かれてるのはやっぱり大切なものっていうことに対してのね、そのタイトルのイミテーション美女というのは模造宝石ですと、つまり本物に似せて作られた宝石という意味を持っていると、それは模造と提示したものに価値を与えることを意味すると同時に、たとえそれがあなた括弧他者にとって模造と思うものであっても、私個人にとっては本物で価値があるというふうな意思も証明しますと、ね、SNS などの発達により他者の目から見て価値のあるものが自分の価値にすり替わっている、個人軸の軸が曖昧になってきているこの世界に対しての私なりの小さな抵抗とアイロニーなのかもしれませんというね、もう写真家宣言ですよね、これまさにね。
まあ、僕がねこの本を見て感じたこと事物をオブジェクティファイして、またね写真というものにすることでめでることができて共有することもできるというのはね、またもしかしたら厚子さんのコンセプトはとはちょっと違うかもしれないんですが、僕はねそんなことを感じましたね。すごいちっちゃな本の中にぎっしり詰まってますよね。はい、ということでね、ザザッとイミテーション美女鈴木厚子さんの本をねご紹介しましたね。なんで今回ねこの本をね紹介させていただいたかっていうと、実はねこれが展示として今東京でね始まるということで、あ、これタイミングもねこれバッチリだなと思って今回ね今週ご紹介しました。高田馬場ですね、 JR 高田馬場駅から徒歩7分のところにあるアルトメディウムというねギャラリーがあるそうなんですね。最近ねにわかに、僕の SNS 僕のねツイッターのタイムラインとかで結構出るようになってきていて、なんかねそういう意味でもなんか注目の作家さんがねいろいろ展示しているようなそういった場所、新しいスペースなんじゃないかなというふうに思うんですが、鈴木厚子さんのイミテーション美女、これが3月の18日から30日まで高田馬場のアルトメディウムというふうなねギャラリーで展示されているので、ぜひね気になった方足を運んでいただいてね、作品を見ていただいて、この本もね多分販売されてるんじゃないかなというふうに思うんでね、行っていただければというふうに思います。今回ちょっと短めの動画をちょっとね作らせていただきました。いつもね20分30分いってしまうので、こういったね短い動画っていうのもね少しずつ挟みながらっていう感じでお届けをしていこうと思うんでね、楽しみにしていただければというふうに思います。今回もご視聴ありがとうございます。それではまた。